日本共産党の佐々木健一郎でございます。今日は大変お忙しい中、ご出席をいただきまして、また貴重なご意見をお聞かせいただきましてありがとうございます。私が最後でございますので、どうかよろしくお願いいたします。まずですね、市川参考人と野口参考人にお伺いをしたいと思います。この金融の流れでありますが、資金の過不足というグラフも市川参考人から示していただきました。で、現在ですね、この全体として考えますと、日銀はですね、過去最高の金融緩和政策を推進をしている、ゼロ金利に近い事態にあり、かつ金融緩和もですね、強力な金融緩和と、こういうようなことを言っているわけであります。したがって銀行にはですね、日銀から有り余るほどのですね、ジャブジャブと資金が供給されているわけであります。で、問題はですね、その銀行から先に資金が流れないいうところにあります。で、借り手の方はですね、非常に今借りたいと思っても、これはなかなか将来の見通しがはっきりしないので、とりわけ被災地においてはですね、この計画が立てられないと、そういう状況が一方である。それから大きな会社、企業部門の中でも大きな会社の方はですね、銀行から借りなくても資金はだぶついておりまして、この投資先がなかなか見つからないと。内部留保、我々の試算ですと250兆円を超える事態になっております。つまり大手銀行と大手の企業にはですね、過去最高の資金のだびつき状況がありながら、その先に流れないという、そういう事態になっているわけであります。で、そこでですね、今この、そういう状況でありながら、一方では企業はなかなかその雇用は拡大できない、それから賃金は抑える、したがって消費が冷える、それから国の方はですね、この社会保障に対して大胆に増やせない、そういうような状況にあるわけです。で、私はそこを変えなければならんというふうに思っておるわけですけれども、現在のですね、この企業部門、銀行も含めてですけれども、このような資金のこのダブつき状況というものをですね、その原因をどのようにお考えか、それからそれを、いわば好循環にこう変えていく場合の鍵は一体どこにあるのか、ぜひお聞かせをいただきたいと思います。じゃあまず野口参考人。おっしゃる通りでありまして、今非常に銀行金融機関もそうですし、実は企業もですね、キャッシュフローは潤沢にある、これは前の IT バブルが弾けた後の不況の時期もそうでありました。で、景気が悪い状況ではどうしてもそういうふうになってしまいます。つまり、資金需要がないという状況で、結局銀行金融機関がいくらお金を持ってもですね、それに対する需要がないという状態が続くという状況はその通りであります。で、それに対してだからお金をこれ以上ジャブジャブ出してもダメなんだということに対して、私は先ほど反論いたしましたけれども、つまりお金を出すということは、別にその貸し出し経路だけではなくてですね、為替という経路を通じて景気拡大をもたらす。で日本の場合は特に、世界各国が成長している中でですね、シェアが小さくなっているということは、海外依存度が高くなっています。ですから為替の影響というのはますます大きくなっています。ですから円安が少し起きますと非常に景気回復が進み、でかつ、逆に円高によってですね、急激に景気が冷え込むという構造になってきてしまっています。これは致し方ない状況ですね。ですからそういう意味で私自身はですね、とにかく円高を抑制する、そのためには量的緩和を輸出を拡大するしかないというふうに考えています。続いて市川参考人。資金がだぶついておるという話でありましてですね、これは非常に不幸な状況ではないかと思うんですが、ただ例えば、
銀行がですね、銀行が本当にそのダブツ化したくて資金をダブツ化するかというとですね、私はそういうわけではなくてですね、やはり、民間の事業としてですね、貸し出せる対象としてですね、資金需要がまさにないという、まあ、その状況が極めて、まあ、銀行にとっても辛いところではないかと思うんですね。ですから、まあ、結果的にですね、国債を買っていると。で、国債を買っていることが銀行にとってですね、まあ、幸せかといえば、これは確かに足元を見ればですね、先ほどご覧いただきましたように貸し出しをしても利ざやが 0.6% しかないような状況ですから、ここだけを見れば極めて合理的な行動だと思うんですけれども、ただこれは10年債というものを買えばですね、将来的にもし、何かをきっかけとして、国債市況が急落をするようなことがあれば、当然これ、損失、莫大な損失を計上するリスクを負わなければいけないわけでありますから、まあ、そういう意味においてはですね、銀行としても本来はもう少しですね、リスクを分散させて貸し出しを伸ばしていきたい、いや、もっともっと伸ばしていきたいという、そういうことだと思うんですが、ただやはり貸し出し先をですね、ができるような、つまり国内において設備投資が起きるような環境を整えてあげないとですね、なかなかこの問題というのは解決をしていかないのではないかというふうに思います。で、これは全く企業も同じことでありまして、まあ、当然その内部留保としてキャッシュを積んでおけばですね、お金は何も言いませんから、株主からはですね、なんでこんなにお金を持ってるんだということを、まあ、怒られている状況でありましてですね、そういう意味においてはやはりデフレ脱却に向けてですね、国内に投資をしてもですね、十分に見合うような環境をですね、これはまあ企業の努力というのもありますし、政策的な対応をしていただくことによって整えることがですね、この滞留しているお金を動かす最大の近道ではないかというふうに思います。委員長。君、それから次はですね、この財政問題であります。特に公債の問題ですけれども、まあ、日本の財政は、まあ、借金依存というのは非常に比率が高いと。で、まあ、今回公債特例という法案がですね、なかなか成立をしないと、まあ、その原因は別としまして、そういう客観状況にあると。で、そうなりますと、まあ、今のところはですね、予算の歳出面ではですね、予算が国会で通りましたから、まあ、その通りこれは行われておりますけれども、しかし、歳入のうちのですね、約4割がですね、これはもう欠けているわけであります。そのまま今進んでいるわけですね。で、そこでですね、この渡辺参考人と鈴木参考人におきますけれども、このままいくとですね、一体そのいつ頃、どのような事態が発生するのかですね。まあ、先ほど市川参考人は金利はですね、その上がることはないと、変動はあまりないんだとおっしゃいましたが、そのどういう事態が発生するのか、まあ、このままずっと行って3月まで行くということはありえないと思うんですね。そのあたりを専門家としてどのように見ているか、お聞かせいただきたいと思います。渡辺参考人。私はあまりその点専門家ではありませんので、ちょっと自信ある答えできないんでございますが、私はですね、いろいろ年度内のやりくりっていうのがある程度できる面はあるにせよ、基本的には歳入の4割を、まあ、予算の上でですね、依存しております特例公債がもし発行できなければその分については支出できなくなりますので、大変なことになると思います。従いましてですね、この特例公債法案の話っていうのは、まあ、基本的にはその政治的な状況でこういうことになってるんだろうと思いますが、まあ、いつかはその通さざるを得ない、まあ、そういうことでしょう。で、そのタイミングがいつまでかどうかっていうような話はですね、非常に技術的なことになりますので、それが例えば8月なのか9月なのか10月なのかということにつきましては、ちょっと私詳細は申し上げる能力ございませんけれどもですね、基本的にはやはり5日の時点で通すしかない法案なのだろう。そうでないと支出がその分できなくなるんだろうというのが全体的な姿だと思います。続いて鈴木参考人。
非常にちょっと大雑把な見方ではあるんですけれども、だいたいさっき1400兆円の個人資産、個人金融資産があるっていうふうにありました。でそれで、国と地方の借入金が、1000兆円なり800兆円なりあるわけですけれども、実はこれにですね、企業の債務を足すと、1200兆円ぐらいになりまして、それが90年代後半から、だいたいバランスしているような状態です。ただそれはどういうふうに変わっているかというと、国と地方のパブリック部門の債務と企業の債務が、そのシェアがだんだん国の方が大きくなっているというのが現状です。だからその2つ合わせたところの総合債務というのは実はあんまり変わっていない、横ばいであると。で、そういったところでまだ確かに余裕はある、ただし健康にレベル、影響を及ぼすレベルではないんですけれども、これから出てくるのは社会保障費は確かにあると思います。そういったところが出てくると、その1400兆円の天井を超えてしまうんじゃないかというところが、あと何年かと言われているような議論があると思うんですね。それまでは、今までは例えれば、借金は借金で割ったんですけれども、機能的にはなんか安定株主のような、ものような国民のですね、安定株主の機能を発揮していたので、何事も起こらなかったけれども、それを天井を超えたときに、海外の資産家が日本の株とかそういうとか、国債を持つようになって、そしてそういうグローバルスタンダードにその金利というのがさらされるんじゃないかというのが一つ言われている懸念です。ただしそれが何年後かと言いますと、私は一方ではそういった仮説というのは立てられるんですけれども、そうはならないというふうに考えています。これいろいろ私が書いているところではあるんですけれども、その前にですね、さっきのレベニュー債とか PFI のような、そういった対策をすることがいろいろあるからだと考えているからです。で、例えば資金需要がない、確かにないんですけれども、国と地方の債務が今まで増えてきたというところは、要するに公共部門には資金需要があったということですよね。でそうしたところに民間 その個人金融資産が行くようにすればいいわけですから、その割合をですね、そっちの方に行くようにすればいいんですから、例えば昔は高度成長期は地方の工場とかそういったものに資金が流れていた。でそれが今は地方の病院とか下水道、上水道というふうに流れている。それ流れる先が変わっただけの話なので、そういったところ PFI とかレベニュー債とかで民間がそういったところに投資をするというような仕組みを作る、でという仕組みを作れば、そういったところっていうのはある程度解決するのではないかと私は考えているところでございます。そのためにもですね、やっぱり本日っていうのは、その民間に儲かるところがなくなった、そういったそういう、一見儲からないというか公共性の高いところには資金需要があるわけですから、そこのところをですね、ちゃんとリスクを政府部門と企業部門が適切に分担をしてみんなでやっていく仕組み、そういったものを作るというのが問題解決になるのではないかと考えているところでございます。佐久君、ありがとうございます。私はですね、内需中でもその中心であります家計部門を、どのように、この引き上げていくかというのが一番の鍵だと思っておりまして、例えば大手の企業の場合はですね、雇用についてもっと安定した雇用の責任を持つとか、あるいは賃金の引き上げを行うと、そういう余力は十分ありますし、それから、国の方もですね、社会保障などについては安心のできる事態を作っていくと、こういうことが最終的な家計消費を拡大して、内需を拡大し、かつ、それに対して、今度は連動してですね、企業の側も設備投資意欲がこの湧いてくると、そういう循環を作っていかないとですね、いくらこのジャブジャブ緩和しても、もちろん為替の問題というのはあるかもしれませんが、しかし内需全体の好循環にこう転換していくというのは非常に難しいんじゃないか、そこにこの行き詰まりがあるのではないかというふうに、思っております。それは私自身の個人的な意見でありますが、次にですね、渡辺参考人にお聞きいたしますけれども、税社会保障一体改革の問題ですが、これ6月末に、成案というのが出されました。で税はですね、消費税であります、これを2010年代半ばまでに段階的に引き上げて 10% にすると、つまりこれから 5% 引き上げると、そして、その社会保障の方はですね、実は政府のこの成案の内容を詳しく見ますと、この制度的な維持の部分、それから制度強化の部分、それから消費税の増加に伴って支出が増える部分、3つありまして、でその中の、制度強化という部分の一部がですね、社会保障の拡充になっているわけです。つまり消費税の分で言いますと 1% の分なんですね。
で、まあ、以前この政府の説明はですね、これはまあ民主党政権もその前の政権もそうですけれども、増税分を社会保障に全部当てればですね、社会保障というのは、低所得者の方に厚くいくわけだから、消費税の逆進性はその分緩和されるんだと、まあ、こういう説明がありました。確かに全額いくとそうなると私も思います。でしかしですね、今回はその 1% がこれストレートにいく部分についてですよ、回っていくと、こうなりますとね、これは逆に増税、消費税の増税の逆進性をの方が非常に拡大しまして、でそれを緩和する部分が非常に少なくなってしまって、全体として相対でいうとですね、これ逆進性の強化になるんじゃないか、まあ、そういうふうに私は思っております。でこの点についての先生のご認識を伺いたいと思います。渡辺参考人。はい、ご質問ありがとうございます。消費税の、まあ、使い道、まあ、今回5ポイントを、まあ、上げるという話の文脈では、まあそういう説明がされているんでしょうが、なんか社会保障の拡充部分のみが低所得者というか、まあ、比較的、まあ、所得の低い方への、分配であって、それ以降は制度的に増加する部分は違うんだということでは必ずしもないと思うんです。やはり現行 の, 社会保障制度が、まあ、もちろん完璧なものでも何でもないと思う、いろいろ問題あると思うんですが、やはり社会保障全体といたしましてですね、それはまあ累進的と申しますか、より所得の低い層により多く分配されていることは間違いないわけでございまして、それがその新しい施策であろうと、まあ既存のものの自然像みたいなものであろうとですね、消費税の中から、まあ、ファイナンスされるという意味では全体としてやはり累進的な分配になると、考えてよろしいのではないかと思います。つまり消費税自体はそれぞれの人々の消費水準に応じて比例的に、徴収されるわけでございますし、それに対して、社会保障の方はですね、より所得の低い部分に多く分配される仕組みになっておりますから、それがその、先ほどの 5% の内訳という問題とは別に大きく見てですね、逆進的ということではないのではないかなと私は考えております。佐々木君。まあ他の部分で社会保障がさらに拡充されるというのであればね、そういう方向も考えられるとは思いますが、まあ、現実にはなかなかこれ小泉内閣時代にはものすごい負担が増えたんです。で、社会保障のはですね、毎年2200億円カットされるというのがですね、まあ、それはもうほとんど回復されないまま続いておりまして、ですからその上にこの消費税の増税がドンときて、で改善部分はあんまりないということではですね、これはなかなかそういうふうにはならないので、もうちょっとこれは根本的に考え直す必要があると私どもは思っているところでございます。そこで渡辺先生の、論文を読ませていただきまして、税権の昨年11月号ですかね。でここで消費税の逆進性等について、分析をされておりまして、ある一定時期に関してみると逆進性は成立すると、で多期間にわたった指標を考えると逆進性は緩和されると、まあ、こういうふうな指摘をされているわけです。でその中で貯蓄はどういう位置づけになっているのか、この点もこれは最終的に全て消費されるというようなことを前提に試算をされているんじゃないかと思いますけれども、この、内容について、なぜ、逆進性がこの、まあ、いわば障害所得といいますか、そういう角度で見ると
緩和されるのか、説明をしていただきたいと思います。渡辺参考人。あの論文読んでいただいて大変ありがとうございます。伝統的に消費税の逆進性と言われるものはですね、どういうものかと申しますと、あの消費税自体は消費に対して比例的なものなのでございますが、その所得に対して見ますとですね、あの傾向といたしましては高所得者ほど消費の割合が低いと、貯蓄の割合が高いということで、その限りにおいて負担率を見ますと、低所得者の方が大きくなってしまうと、そういう意味であの逆進的と言われるわけでございます。でそれはその期にあの 1年に限りましては確かにそういう傾向はあの否定できないと思うんでございますが、考えてみますと人々がなぜ貯蓄するかっていうことはですね、それはあの将来消費するからであろうと、そのために今貯蓄して将来消費するからであろうと、従いまして生涯の消費を見ますとですね、それはあのもちろんあの相続等の問題はございますけれども、大きく見ますと生涯の所得とそれほど大きな乖離はそれぞれの階層に対してないのではないかと、あるいは相続しましても子どもが消費するときには消費税払うと言ってもよろしいんでございますけれども、そういう意味であの長期にわたってみますとですね、必ずしも消費税の逆進性ということは成り立たなくって、あのほぼ比例的と言ってもよいのではないかというのが、まあ、あの非常に一般的なレベルでの整理でございます。以上。佐々木君。消費にですね、まあ、最終的に貯蓄がすべて回るということであればそうなると、まあ、しかしあの現実を考えますと、高額所得者の場合には、株を買いですね、金融資産を持ちですね、しかし、まあ、亡くなるときには全部使うかというと、それはまた財産としてこう残るわけでありまして、あの消費にすべて回るという前提、であれば、まあ、そういう計算も成り立つかもしれませんけれども、どうも私の実感としては、現実にはあのそうはなっていないというふうに思いますので、障害所得ということを考えても必ずしもそう、まあ、それは多少のね、あのフラット化はあるかもしれませんけれども、逆進性そのものがなくなるということはないというふうにあの思っておりますが、まあ、これはあのそれぞれご意見ですので、受けたまっておきたいと思います。で最後に鈴木参考人にですね、レベニュー債ですね、このお話、をされました。でこれはあの、お話を伺いますと、まあ、いわばこう事業体、公共的な事業体、などを念頭に置いておられるんじゃないかと思うんですが、確かにその場合にはあの収益によって、まあ、その返済というようなこともおっしゃっておりました。でしかしあのそういう部分にはそれはあの当てはまる可能性もあるかと思いますが、自治体というのはですね、地方公共団体というのは、税収によってあるいは国からの交付金、まあ、これ元は税収ですね、そういうものによってあの歳入というものは賄われ、歳出は公共的な性格のものが歳出となっているわけであります。しかもその目的はですね、福祉の増進というのが目的でありまして、収益を上げるというのが目的ではないですね。したがってあの、まあ、公益企業のような、ものとはまた性格が違うだろうと思うんです。そういう場合にですね、このレベニュー債というのは一体そのどういうふうな、プラスというか、これ適用す、これを採用した場合にですね、プラスになるのか、それから、まあ、被災した自治体のことを念頭に置きますとね、これはなかなかその大変な事態もありますので、その辺はどのようなこう位置づけで、我々その考えているのか教えていただきたいと思います。鈴木参考人。どうもご質問ありがとうございます。ですね、確かにレベニュー債というのは事業体を念頭に置いておるものでございまして、地方公共団体というのはそれがそのもの
がレベニューサイドになるわけではございません。ただ地方公共団体の中でも例えばそのいろいろ事業をやっておりまして、まあ公立病院、まあ、これも事業体ですけれども、あと体育館とか多目的ホールとかいわゆる箱物がいろいろあると思うんですね。でそういった箱物を例えばそこを切り出してさっきの楽天の例ではないですけれども、その収益性があるものに関しては、まあ、その収益から払っていくということを、レベニューサイドやることによって地方公共団体本体の財政負担が軽くなるというメリットでございます。でここでおそらく疑問に思われるのは、そう地元の体育館とかあとホールとかっていうのに地方の方に採算性がない、そもそもないんじゃないか、レベニューサイド成り立つのかっていうところがあると思うんですね。でこれはこういうことが考えると思うんです。例えば私の実家石巻にはコンサートホールとかそういうのをなかなか建てることができません。お客がいないから多分採算性をやったとしても採算合わないと思います。でもその市民の総意でその財政状況の範囲内であって欲しいということであれば、まあ、これ民間を呼んで作ってもらうということになるんですけれども、そこで採算が合わないときにですね、そこで、補助金を出すというふうになると思うんですね。サービス購入料みたいな補助金を出すことになる。ただ問題、ただポイントはその補助金というのがその全部出すんじゃなくってその地方のハンディキャップ分だけ出してもらうというところがレベニュー債のポイントです。でそういうふうにすることによって地方の方は支出がリスクが限定されますし、民間企業の方もそういうなんていうか地方の方でそういうホンホールとかコンサートホールをやるということに対するですね、自由な競争が働くわけです。だ例えればゴルフでいうところのハンディキャップみたいなもんで、そのハンディキャップをもらうことによって、まあ、都会に建てるものと同じような施設も地方に建てることができると、まあ、そういったところのレベニュー債というところはメリットがあると思います。ただそんなことをしていると確かにそういうのこれから人口が減少していくとか需要量が少ないところでそういうものを建てすぎてしまいますと、それはもうそのハンディキャップを払うだけで地方公共団体本体がお腹いっぱいになってしまいますので、まあ、そういった時にかそういったところっていうところ、要するにその地方公共団体本体の税収補助金を出す能力の範囲内でそういったところをどこに払うかというところをその先ほど見える化というところに言いましたキャッシュフロー計算書のようなところで、広く住民に、意見を諮る、まあ、場合によっては住民投票ってもあるでしょうけれども、そういったところによって意見を諮ることによって、財政規律を保つという仕組みがあろうかと思います。で震災復興の方から言いますと、まあ、そういったところでインフラとかいろいろ建てるんですけれども、それによって住民負担その見える化したですねキャッシュフロー計算書を見て、あこんなに住民負担が増えるんだったらばもしかしたらちょっとホールとかそういったものはもうちょっとこれからいらないよっていう結論になるかもしれません。まあ、そういったところで、まあ、復興にあたってそういうレベニューサイドが PFI を作ることによって、まあ、住民がですね自分の懐の範囲内で、まず何が必要なのか、下水が最初に必要だ、ホールの方は後回しだ、まあ、そういったところのところで優先順位がつけられて、いるを図りていずるを制ずるという財政の言葉がありますけれども、まあ、そういったところの行政経営が行われるというところがですね、まあ、復興においてですね、まあ、無駄遣いをしないで適切な必要な本真に必要な理解を得られるところの お金の使い道ができるというところが、まあ、復興に関しては最大のメリットであると思われます。以上でございます。佐伯君、はい、まあ、長時間にわたりまして4人の参考人の皆さんありがとうございました。以上で終わります。